日本を世界とつなぐ窓口、港。実は私たちの暮らしにとって欠かせない超重要な役割を果たしているのはご存知？日本っていうのは輸出とか輸入の 99.5% これが港を使ったもの。日本の文化を発展させたのは江戸時代の船乗りたちだった。年1回の航海で利益がなんと1億円。年1回でめっちゃ夢あるじゃん。1回くだけで東京湾を世界に通じる港へと大改造。一人の実業家の壮大な計画とは。今の日本が近代化していくビジネスモデルがこの時作られたんですね。いやすごい。さらに港を支える最新技術も徹底調査。エネルギー問題を一気に解決する未来への取り組みも。わーすごい。今回は知られざる日本の港の全貌を学び尽くす。ワイナリーさん、ここは都内某所にある桃色インフラZの秘密基地。彼女たちは日々ここでインフラを学んでいるのである。おい、みんな待ってるぞ。先生が来た。どうぞ。おはようございます。どうもよろしくね。お願いします。今回のテーマは島国日本にとって重要なこちらなんです。お港。そう、港。港か。やったー。3人は神奈川出身だからなんか、そうだね、はい、港には割とでしょ。もうみんなも大好きな港、うん、夜景とかなんかね、うん、こういう景色には確かに港は見慣れてるかも。そうそうそう、確かにね。そう、特に横浜、神戸、うん、名古屋、もうそんなところを含めて日本中にいろんな港があるけれども、なぜ港が重要なのか、今日はねこの話をしたいと思います。はい。で、日本っていうのは輸出とか輸入の 99.5%これが港を使ったもの。そうだったんだ。だから飛行機でも輸出輸入っていうのはしてるけど、まあ、全体の 0.5%、ほとんどのものが港を通して日本に来てるっていうのが重要な事実一つね。どれぐらいの貿易を日本がしてるかっていうとね、全体の貿易量あるでしょ、うん、これを国民一人一人に割り算をすると一人当たり、皆さん一人一人ですよ、はい、1年間で9トン貿易してるんですよ。そんなに。で、今日1日だけですよ。今日1日だけでも25キロ。重っ。こんだけのものを世界とやり取りしてるんです。どうしてこんなに貿易が多いのかっていうと、残念ながらね、日本はね、天然資源がほとんどないから。あー、なるほど。なんですね。これね、まず鉄鉱石、それは 100% 輸入。100%。 今じゃ取れないんだ。鉄いっぱいあるでしょ、はい、スマホにしたって、はい、テレビにしたって鉄いっぱいあるでしょ、あれ全部輸入なの、うん。その他にも発電に必要な石炭、原油など大切な資源は輸入頼みの日本。今の生活があるのは港が貿易の窓口として世界とつながっているおかげなんだ。ということで最初のミッション、日本の商船の原点、北前船を調査せよ。このミッションを担当してもらうのは桃田くんです。はい、うん、準備はいいですか。しっかり準備してきました。はい。藤井教官が用意したミッションは全部で4つ。それぞれ担当したメンバーが成果を報告していくぞ。まずはたい焼きを頭から食べれば頭が良くなると信じていたリーダー桃田から。日本の歴史に欠かせない北前船、皆さんどんな船だかもちろんご存知ですよね。いやー、北前船、北に向かうんかな、北が前なんかな。聞いたことない。北前船とは江戸時代から明治時代にかけて、うん、全国各地の港から食べ物や道具を運んで商売をしていた船のことです。一つの船におよそ150トンもの荷物を積んでいました。すごい。こちらが実際の写真です。おー、あ、なんか見たことあるかも。でも歴史の教科書とかで、はい、ある港にはなんと1日150隻もの北前船がやってきたそうなんですが、こんなに流行っていたのにはもちろん理由があるんです。こちらをご覧ください。こちらは石川県の橋立町。
当時北前船の船主さん、つまり船長兼オーナーがたくさん住んでいた港町なんです。大きなお家、はい、大きいね。当時のお家がこちらそのまま残っているんですが、素敵、見てみてどうですか。めちゃめちゃ大豪邸ね。え、そうなんですよ。ということでこの橋立町、通称は日本一の富豪村。お金持ちが大勢いた町なんです。やっぱ、うん、今でも船を持ってる人ってすごいお金持ちってイメージあるわ。あの実は北前船はめちゃめちゃ儲かるですよね。年1回の航海でうまくいけば利益がなんとダウン1億円、はい、年1回で。めっちゃ夢あるじゃん。年1回行くだけで、1回行くだけで、そう、行きたいよね。やろうよ、それ早いでよ。だから立派な船さえ持ってたらそれで大儲けできたね。すごい、1億ってすごいね。盛り上がってまいりました。お金には盛り上がる、ね、厳しい身分制度があった当時、一発逆転の北前ドリームをつかむために船乗りたちは次々に海へと漕ぎ出したんです。そりゃ飛び出すよね。飛び出してみたくなる。これ聞いたら漕ぎたくなりますよね。確かに。もちろん誰もが簡単に大金を稼げたわけではありません。一体どうすれば北前船ね成功できるのか、今日は皆さんに選手の気持ちになって考えてもらいたいと思います。はい、お前ら北前ドリーム掴みたいか。掴みたいです。そんなんじゃ足りない。北前ドリーム掴みたいか。掴みたいです。ちょっとゲッタマンさんみたいになってきて。ということで、一攫千金を狙え、北前ドリームチャレンジスタート。そもそも、うん、北前船はそれまでの商船と何が違ったのかということなんですが、それは船の通り道、航路です、うん、当時最大の消費地であった大阪の港と海産物などが豊富な北海道の港を行き来していた北前船、うん、皆さんなら日本海側と太平洋側どっちを通りますか。太平洋かな、私も。はい、厳しそう、日本海側は。確かにね。皆さんおめでとうございます。北前ドリーム脱落です。もうダメ。なんで。北前船が通ったのは瀬戸内海を突き抜けて日本海側沿岸を進む西回りのルートなんです。こっちの方がいいんだ。黒潮の流れに影響を受ける太平洋側に比べ、日本海側は波が穏やか。でもそれ以上に重要な理由があったんだ。ではここでインフラ Q。 大金を稼げたのは西回りの航路をたどる道中であることをしていたからなんですが、それは一体何でしょうか。一度の航海で1億円もの利益を上げた北前船が行っていたあることとは。みんなは北前ドリーム掴めるかな。そんな、あ、玉井さん、私はやっぱインフラ級選手。いや、ここでいつも当てますもんね、うん、そうだね、正答率高いからね、はい、すごいですよ。本当当ててほしくないところで当てちゃうんですから。函館でゲットしたものを、うん、いろんな港に寄りながら売って歩いて、あの、走ったんじゃないですか。本当にいい加減にしてほしい。本当にこれは TV 賞ですよ。半分正解。半分正解です。半分で、まだ半分です。まだ半分か。でもそう、半分。函館で買ったお魚を乾かしながら、はい、乾かしながら寒いね。干物中にね。干物にどんどん干物になっていく。はい、皆さん今日も冴えてる。はい、レニちゃん、ところどころ各地に寄り道をして、うん、そこで、あの、いろんな各地の名産品を買った、うん、買ったというか、取り寄せた。でも、違うじゃない、交換に。そっか、物々交換か。それじゃあさー、もう回答8割以上超えてるね。はい、ではここで正解を見てみましょう。実はこの西回りの航路を詳しく見ると、大阪から北海道に向かうまでの間にこんな風に各地の港に立ち寄っていたんです。この寄り道がポイント。もともと太平洋側と比べて日本海側には古くから経済や文化が発展していた都市がとっても多かったんですね。そこで各地の特産品を安く買って別の場所で高く売る、
すごい。これを繰り返して大儲けしていたんです。ということで北前船で大金を稼ぐために行っていたのはダン転売港を拠点にした転売でした。なんか今の時代ではなんかそれが正しいのかは分かんなかった。響きがねなんか微妙な感じしますけどさあでは実際にどうやって稼いでいたのか試しに私が選手になってお見せしたいと思います。 ありがとうございます。はい気合は十分の桃と船北前ドリームのお手本を示せるかな。スタートは大阪から、はい、大阪で栽培していた木綿や瀬戸内海で採れるお塩、うん、神戸で作られたお酒を港でたくさん積んでいざ出港。出港まずやってきたのは石川の港。わお、そこのおたまさん。はい、私かおたまさん灘の美味しいお酒を持ってきたよ。美肌効果も抜群。さあ、一本どうだい。欲しいですオッケー前通りお買い上げ何でお買い上げはい、ということでこのようにお酒を高く売りつけてついでに特産の輪島塗りを購入します。続いての山形ではこの辺りでは取れない塩を高く売って豊富なお米を購入。そうやって各地で利益を膨らませながらいよいよ北海道に到着。一度全ての品を売り払ってここからが大事なポイント。儲けたお金で本土では貴重なニシンや昆布を安く大量に購入。実はこれこそ北前船の目玉商品、儲けの9割を占めていたんだ。これは売れるよね。売れるよ、はい、ここから大阪に戻るときにまた各地の港によってニシンと昆布を高値で売りさばきました。ニシンはお米や木綿を育てる肥料として優れていて肥料の仕入れ値の5倍から10倍にもなったそうなんです、こうして大阪に戻る頃には売上1億円オーバー、見事北前ドリーム達成ということなんですね。さあここでお金に目がくらんでいる皆さんやだなの言い方やだよ全国の港を使った北前船の最大の功績はお金ではないんです。え、北前船が通った後の地図をご覧ください。各地の港で転売を繰り返したことで地方の特産物が移動して全国に出回っていますよね。本当だ、うん、確かに、うん、いろんなところでいろんなものが、はい、そうね、そう、その結果日本の文化が発展していくということなんですね。なるほど。例えば石川ではニシンと昆布が北海道から運ばれたことで郷土料理ニシンの昆布巻きが誕生。すごい、まんまじゃん。まんま、ね、北海道の人には思いつかなかったってこと。そう、すごいあるのに。そう、そうそう、同時に来たから。じゃあ一緒にくれちゃった。そうそうそう。はい、さらに大阪や京都に届けられた昆布は今や日本料理に欠かせないものになったんですが、何だと思いますか？え、だし？お、もう本当に玉井さんって。玉井さんもう打率8割超えてるのよ。もうちょっと泳がせてよ。大事。それまで昆布で出汁取ってなかったってこと。その通り、逆にだってもう昆布ってやったらもうさ出汁だもん、出汁のイメージしかないよね。それまで和食はお塩、お味噌、醤油による味付けが基本だったんですが、北前船が昆布を運んだからこそ今の繊細な和食文化が生まれたっていうことですね。ありがとう北前船。さらに瀬戸内の塩や石川県の輪島塗りなど各地の特産品も北前船で販路が開拓されたことで生産が盛んに。明治初期の人口上位15都市を見てみると全てが港町。港のおかげで産業が発展し都市が成長していったんだ。まさに今の日本があるのは全国各地の港と北前船のおかげということなんですね。はい、では続いて次のミッション。現代日本の繁栄を支えた東京湾の歴史を調査せよ。おー、東京湾。はい、このミッションを担当してもらうのは佐々木くんです。はい、しっかり調べてきてくれましたか。はい、しっかり調べてきました。歴史得意だもんね最
近ゴルフでコースデビュー、スコア174の佐々木が調査。それでは皆さん準備はいいですか？はい。アーリンと行く東京は歴史ツアー出航。東京港、川崎港、横浜港からなる東京湾、中でも横浜港は1859年ペリーによって開かれたのは皆さんもご存知ですよね。もちろんです。でもその後明治時代に横浜港をはじめとする東京湾の港を発展させたある人物のこと、まあ、皆さんぶっちゃけ知りませんよね。歴史では習ってないよね。習ってないね。知らないかも。でも大事な方がいるんです。その方はこちら、浅野総一郎さんです。おしゃれ。そう、おしゃれおじいちゃんなんですよ。すごいおしゃれおじいちゃん。浅野さんは石炭の販売や日本最大のセメント工場など東京横浜でさまざまな事業を行っていた超やり手の実業家なんですね。1896年、48歳の時にこれからは世界で一儲けだと息巻いて欧米の視察に向かったんですね。48歳。ところが世界の港を見た浅野さんはあることにショックを受けます。それが、でれん、うわ、日本の港しょぼすぎ。気づいちゃったんだ。そうか。当時のドイツハンブルクの港がこちらです。めちゃくちゃかっこいい。かっこいい、ね、大きな船がたくさん泊まるこんな立派な港。一方横浜港、こちらです。はい、小さな船が行き交うね、小さな港でした。岸にね、つけられているのはほとんどが手漕ぎの船だったんですね。比べてみると港の差一目瞭然ですよね。浅野さんは横浜港もね、こんなドイツみたいな大きな港にしたいと思うようになったんですが、実は横浜港もこんな風にちょっと行ったところまでには大きい船も来てたんですね。そうなんだ、つけなかったんだ。なんで港に横付けしないかというと、東京湾は水深が浅いところが多くて大きな船が接岸できる設備がなかったので、大型船が運んできた人や荷物もわざわざ沖合で小さな船に積み替えてから港に来てたんですね。大変じゃん。その一手間は。日本びっくりだよね。あ、そんな予定はなかったんですよ。そうだよね。ちょっと大きすぎますってなりますよね。そうなんですよ。欧米では1万トン級の大型船が横付けできる港が当たり前。日本の港があまりにしょぼかったせいで、うちの船はそんな港にはいけませんよと、せっかくの商談が破談になってしまうことも。日本の港の貧弱さを痛感した浅野さん、日本が近代国家として羽ばたくためには港の整備が不可欠だと考えたんだ。そこで浅野さんがぶち上げたのは、じゃじゃん、東京湾埋め立て改造計画。おお、大変だね。え、大掛かりそう。浅野さんは水深の浅い部分を埋め立てて陸地に延長して、その埋め立て地に1万トン級の大型船が横付けできる深い岸壁を確保。これがここまではもともと陸だったんですけれども、でここの部分を埋め立てして大きい船が泊まれる港を設備しようという計画を浅野さんが打ち上げました。この埋め立て計画は鶴見から川崎まで及び、その規模なんと150万坪、東京ドームでいうとおよそ106個分。やばい、ね、しかも浅野さんの計画はこれだけにとどまりませんでした。息子さんが浅野さんの構想を記した文章が残されています。じゃじゃん、鶴見川崎付近一帯の遠浅の海岸を埋め立て、ここにまた理想的〇〇を作り、理想的、ここでインフラ級。浅野さんは埋め立てによって大きな港を作るだけではなく、そこにプラスしてあるものを作ることまで計画していたそうなんですが、それは一体何でしょうか。日本をさらに飛躍させるための埋め立て地を利用した壮大なプロジェクトとは。はい、はい、宿泊施設。あー、そう、うん、それも大事なんですけれども、みんなは結構今受け身じゃないですか。攻め、
攻める、あの輸入さしてくる側の思考ですよね。それは今なるほど理想的出発ロビーを作りながら頑張るぞって気合がみなぎるね。ヒントいきましょうかね、はい、当時浅野さんが見たであろう海外の港がこちらです。うわすごっ、ね、それらしきものがここに映ってます。高木さん倉庫、うん、あー前走赤レンガっぽい、ね、赤レンガっぽいなって思って私も思いました、赤レンガっぽい。もうちょいもうはい、はい、工場。うわ正解見てみましょう。正解は理想的工業地、正解は工業地帯を作るでした。じゃあもうすごい、確かに海沿いにあるかも工業地帯そうですよね。ということで桃田さん大正解。やったー、お見事。珍しい、ちょっと確かに珍しい、うん、先ほどの文章の続きには工場で作った製品を大型の船で運べるようにして東京湾を世界レベルの工業地帯にするという計画が書かれていました。なのでね、そう作ってもすぐ出せるようにね。でも確かに効率いいよね、この内陸で運ぶ必要がないんだとして、うん、そうなんですよ。でそのために港を深くしてかつ土地も作って工場も作って輸入して輸出するっていう今の日本が近代化していくビジネスモデルがこの時作られたんですね。いやすごい、すごい、ね、最初はだって人儲けするぞって多分自分の気持ち一つで言ったのに、あこのままじゃ日本はやばいって世界を知ったことで浅野さんが動いてくれたから今があるってことですね、うん、その通り。しかしこの前例のないプロジェクトは行政から何度も反対にあってしまう。ようやく埋め立て事業の認可が下りたのは1913年、欧米視察から実に17年の時を経て工事がスタート。そこからさらに15年の歳月をかけて東京湾を一大工業地帯へと作り変えたんだ。そこで諦めなかったのもすごいよね、本当に。本当、浅野さんありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。この時浅野さんが作ったあるものが今も残されています。皆さんもお連れしましょう。やった。桃色インフラ。はい。当時浅野さんが設立した企業で働く皆川さんに案内していただきました。はい、こちらが、浅野総一郎が作ったドックになります。船の点検だったりとか整備をする場所になっております。建設は1920年から完成が1921年になります。ちょうど今から100年ほど前ですが、この100年間ずっと、修繕をしながら使い続けております。すごい。全長およそ106メートル、幅およそ18メートル、深さおよそ7メートルの巨大な施設。こちらどのように使われるかというと、大型船がドックに入ってきたらまずはゲートを閉鎖します、うんうん、さらにポンプを使ってドック内の海水を完全に抜いてしまいます。こうして船を丸裸にして裏の裏まで点検したり修理したりするんです。すごい、ね、すごいよね。どうなってるんだろう。このドックには当時東京湾を埋め立てるための作業船も訪れていたそうなんですね。浅野さんが東京湾を工業地帯にするために作ったこんなものも現役で使われています。じゃじゃん、こちら右手に見えます、こちらの建物は駅。正解、駅です。駅、浅野さんが整備した鉄道の駅、ね、すごい、鉄道まで。こちらは現在の JR 鶴見線海芝浦駅なんですけれども、よく見ると赤い文字で何か書いてありません？東芝。本当だ。そう、あの、え、あの東芝なんですね。海芝浦駅は東芝の工場に直結しているんです。じゃあここで働く方が降りる駅ってこと？そう、もうここで働く方専用の駅だ。すごい、ね、じゃあもういいじゃん、東芝駅でね。そう、駅名ね、駅名。この海芝浦駅をはじめ、工場から出荷される製品の物流ルートや工場で働く人の足として鉄道を整備したんですね。すごい。ちゃっかりね、自分の名前をつけた浅野駅を作っています。かわいい、かわいい、浅野さん。昔は重いものを陸で運ぶのには鉄道が一番効果的
だったんですね。だから港に運ばれた重いもの、あるいは港で作った重いものっていうのを、これを鉄道に乗せて全国各地に配っていく。で、全国各地で取れたすごいいろいろなものをまたその鉄道を使って港に集めて船に乗せて世界に運んでいく、そういうこともできるわけですね。だからこの港プラス鉄道っていうこのインフラネットワークが日本を工業国家として先進国にさせた重大なポイントになってたわけですね。いやでもこうした浅野さんの功績によりこの一帯は京浜工業地帯という日本最大の工業地帯に成長し日本の繁栄を支えました、はい、東京湾に工業地帯を誕生させた浅野さんはこの後こう呼ばれるようになりました。京浜工業地帯の父。あれすごい、あれすごい、びっくりした。やっぱり優等生は違います。すごい、出遅れた、びっくりして今隣からこんなあからさまに授業の成果が出るんですね。素晴らしい。ということで以上アーリンの東京湾歴史ツアーでした。こうしたことが東京だけじゃなくて名古屋でもそれから阪神地域でも行われて、愛知を中心とした中京工業地帯、それから大阪兵庫の阪神工業地帯と合わせて三大工業地帯と呼ばれるようになって、日本の経済発展を牽引していくことができて工業立国日本が出来上がっていったということなんですね。インフラに関わる若手社員の熱い思いをインタビュー、ヤングインフラゼミ。話を聞いたのはゼネコン入社7年目の藤野木光さん。建設業界を目指したのは小学生の時でした。阪神淡路大震災 の、 あの映像を何回か見たことがあって、大きい橋脚が横倒しになってたりですとか、まあ、街から煙がたくさん出てるような映像があって、街自体を強くして人々のこう普通の生活を守ることができるようになればいいのになっていうふうに思って、そこからちょっと目指すようになりました。現在担当しているのが千葉県を流れる一宮川の護岸工事。独特の地形から大規模な浸水被害がたびたび発生。川を広げ水の流れる量を増やすことで安心して暮らせる街を目指し日々奮闘しています。みんなで一生懸命作ったものがずっと何十年もおそらく使われることになるので、それをこう想像した時にすごいやりがいを感じます。やっぱりその人の暮らしを守れるようなものが作りたいっていうのが根底にあるので、将来の完成に向けて頑張ろうっていう気持ちになってます。頑張れ若きインフラ戦士たち。続いてはこちらのミッションです。日本の港が直面する課題を調査せよ。このミッションを担当してもらうのは玉井くんです。はい、頑張ります。準備はいいですか？もちろんです。はい、お願いします。とにかく当てちゃう玉井は日本の港が抱える問題を調査。実は今日本の港は大ピンチ、ある問題に直面しているんですが、それがこちらです。日本から中国、韓国に押し変問題。やばいやばいよ、押し変は大問題だよ。押し変ってやばいんじゃない？海外の船が日本から押し変、つまり日本の港の人気が下がってきているんです。やばい、押し変は結構寂しいよ。そう、寂しいよ、ね、だいぶ辛いよ。大型船で荷物を運ぶときに使うコンテナですね、うん、皆さん見たことありますか？あります。もちろんこのコンテナを扱っている数がこの港の人気を測るバロメーターなんです。やば。では世界の港の人気ランキングを見てみましょう。はい、はい、1984年には4位に神戸港、そして10位には横浜港と中野の人気を、ね、誇っていた日本の港なんですが、2021年になるといない、なんとどちらも40位にも入らないランク外。代わりにこうやってね、中国がたくさん入ってきたりとか、韓国もすごい、ね、こうやってランキングに入ってきて。でもやっぱ長くやってると気持ちも変わっちゃうんじゃない？まあだ、それだけの作りが。その原因はこちら、国際機関航路が減ってしまったからなんですが、桃田さん一体何だか分かりますか？はい、
わからなかったらわからないって言っていいんだよ。わかります。わかるんだ。わかる。国際機関航路、基本となっている、うん、主な道、これが塞がれてしまったからです。余計な一言出すんじゃないかな。あの方向性は間違ってなかったですよね。この国際機関航路とはですね、はい、うん、日本からこうアメリカだったりとかヨーロッパを直接こうやって結ぶ主要な航路のこと、うんうん、で大型船が通る世界の物流の大動脈です、はい、この直行便1998年には1週間あたり120便もの本数があったんですが、2019年には3分の1まで減少してしまったんです、激減。なんでこれはですね、あの大量のコンテナを運ぶことができる大型船が立ち寄らなくなってしまったことで急激にランクダウンしてしまった日本の港なんですけれども、うん、ここでインフラ Q。 アメリカやヨーロッパの大型船が日本の港に立ち寄らなくなってしまった理由は一体何なんでしょうか。海外の大型船から押し返されてしまった日本の港、その理由とは。でもなんでそこに行かないかって考えて行きにくい、ああ航路が行きづらい経路だったって、うんうん、でも今までは行けてたから行きにくいことはないじゃないですか、うん、アーリン言ってた気がするけどな。アーリン言ってた、アーリンの発表で言ってたよ、うん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 、皆さんこういうところに勉強できるできないが分かれてきますからね。やばいやばいやばい、やめて。言ったこと覚えてるかどうかってとこ大事な、はい、やばいやばい。お、なんか高木さん、海底がの、うん、あれが、うん、なんだ、うん、深さが、深さが、水深が浅くなっちゃった。でもそれではじゃあ正解いってみましょうか。こちらですね、世界のコンテナ船の大きさ推移です。2000年代半ば頃からグググと船がこんなにも大きくなってるのが分かりますよね、はい、一度にねたくさんの荷物を運んだ方が安く運べるので巨大化していったんですが、大きな船が横付けできるように水深の深い岸壁が必要なんです、うん、やばい。日本はほとんどが水深が16メートルの岸壁で、これは8000個のコンテナを積んだ船がまあギリギリ入れるぐらいなんですが、世界では今や2万個のコンテナを積める船がスタンダードということで18メートルの水深深さが必要なんです。ところが日本はねそれをずっと作っていなかったんですね。なので大型船が来なくなってしまったんです。というわけで正解はですね、船の巨大化による岸壁の推進不足でした。なるほど、これ答えられたでしょ。まあ確かにさっきね、レイちゃん大正解か、うん、惜しかったね。でもね、うん、惜しかった、うん、ちょい惜しい、惜しかった。レイちゃんいい線言ってました。中国の上海や韓国の釜山は岸壁の水深が18メートルある大きな港を整備。その結果海外の大型船は日本の港から中国や韓国の港に押し返してしまったんだね。なるほど、まあ、行ける方に行くもんね。そうだね、まあ、ちょっとでもね、うん、いっぱい貿易したいもんね。こうしてね減少した直行便に代わって増えたのが大型船で中国や韓国に泊まってそこから日本へと経由するこの経由便というものですね。小さい船に荷物を積み替えてから日本に運んでるんです。飛行機だとトランジットってよく聞きますよね。あ、塗り替えだ。この経由便になると輸送に余計な日数がかかってしまう、うん、そうだね。できれば直行便で行きたいって思っちゃう、ねね、今日本って勢いが経済なくなってきてるじゃないですか。その重要な原因の一つが港の整備をたった2メーター深くしなかったことで、ヨーロッパやアメリカとの交易が経由便になって、それが日本経済にダメージを与え続けるっていうことになった。でどれぐらいの経済被害をもたらしているのかということを試算をすると年間で約 2.9 兆円。すごい大金、これすごいお金。すなわち2メーター深くしないということでそれだけのお金を我々損していってしまうから、日本の機関航路を守るためのハード面ソフト面での取り組みが急務なんですね。さあ皆さんも気になっている、はい、あのね、今の日本の港どうなんだってとこなんですけど、うんうん、はい、安心してください。そんな中2015年には日本初の18メートル水深の岸壁が整備されました。よかった。それがじゃん、何度も話題に出てきたこちら、私たちの
地元です、横浜港です。やった横浜港にやってきた超大型コンテナ船の数を見てみると、2014年は年間たったの12隻だったのが、水深18メートルの岸壁が完成した2015年は一気に68隻に。そして2021年には164隻と14倍に急増したんだ。でこんな風にね、他の港もどんどん整備が進んでいくと、国際観光路も復活して、再び日本の港が世界に太刀打ちできる、そんな、ね、近い未来がね訪れるんじゃないかと思うんですよね。というわけで今回は日本の港をリードする横浜港に潜入してきました。桃色インフラ24時間体制で船を受け入れ、日本一の交通量を誇る港横浜港。案内していただくのは国土交通省港湾空港部の田尾さんです。田尾さん、横浜港では国際機関航路が多くついておりまして、日本を支える大事な港というふうに考えています。具体的には貿易額で言えば日本で3番目、そしてコンテナの取扱量で言えば日本で2番目となります。すごい。日本トップクラスなどはもちろんのこと、2021年にはなんとコンテナ作業が世界一効率的な港にも選ばれています。何どう効率的なの？そんな横浜港の効率化を支える技術の一つが、こちらが港の主役となるガントリークレーンです。ガントリークレーン、船に積まれたコンテナを下ろしたり積んだりする役割を持っています。あのキリンってガントリークレーンなの？ね、名前だったよね。例えば国際機関航路についている船であるとか、コンテナを多く積む船は船自体も大きいので、大きなガントリークレーンが必要になってきます。岸壁に設置されている紅白のマシンがこちら、ガントリークレーン、通称みんな見たことありますね。はい、海のキリンです。キリンいっぱいいる。そう、ね、コンテナを船に積み下ろしをするクレーンで、大きなコンテナ船に対応できるよう、高さはなんと50メートル。これね、ゴジラと同じぐらいの身長です。わかんない見たことないし、ピッとこない。そんなガントリークレーンを動かす頭脳が運転席です。こちらのそこが運転席、はい、実は地上34メートルに設置されています。行くのも大変、怖そう、ね、運転する人は港の中ではもう花形ポジション、通称ガンマンと呼ばれています。すごく怖いね。さあ透けてんだね。そう、ここから見下ろすんだって。皆さんできるというわけではなくて、ターミナルで働く人たちの中で選ばれた人だけがガンマンになれると。上にある運転席から見ながら、きっちり四隅を合わせて積まないといけないというところに難しさがあると思います。コンテナを固定するには角を正確に合わせないといけないという超至難の技です。熟練のガンマンが1時間に積み込むコンテナの数はおよそ50個。50個1時間で？そう。コンテナを1個積むのに横浜港の場合 1.1 分程度というふうに言われています。これは世界の他の港と比べても3倍程度は早いんじゃないかというふうな評価をされたことがあります。ガンマンの技量というところもあるんですが、ガンマンをはじめチームで動いていますので、そこで効率的な運営が発されているということになります。続いてですね、ガントリークレーンで船から下ろしたコンテナが運ばれるのがこちらのコンテナターミナル、うん、このコンテナターミナルは船から下ろしたコンテナ、またこれから船に積むコンテナを一時的に保管しておく場所です。横浜港全体でだいたい300万 TEU のコンテナを年間取り扱っています。1日に扱うコンテナの数はおよそ8000個。すごい、そんなに、うん、このコンテナの山をさばくマシーンが、ね、こっからどうするの？こちらがトランスワークレーンです。トレーラーからコンテナを受け取ったり、またトレーラーに対してコンテナを下ろすといった役割があります。へー。こちらのクレーンは門型で、足元にはタイヤ付き。早い早い。タイヤ式ならではの機動力で、ターミナル内のコンテナの移動やトレーラーへの積み下ろしの作業を効率よく行います。でも人が動かしてる？お、こちらのクレーンもね、こう地上20メートルのところに運転席あるんですけど、うん、見てください、よく。いない。そう、無人なんです。すごい。一体どうやって動かしているんでしょうか？こちらになります。案内されたのはなんと部屋の中です。あ、出た。
ほどね。この部屋は遠隔操作室といいます。この部屋でオペレーターさんがモニターを見ながら遠隔で操作しています。いや、すごいな。どっちもすごいよね。高い運転席に登らず遠隔で操作できるので安全に、さらに空調が効いたね、屋内で作業ができたりトイレに行きやすくなったりとか、労働環境の改善に効果がありました。すごいのはこれだけではありません。このモニターの前にいるオペレーターさん、割とこうリラックスされてるような、そうだね、落ち着いてらっしゃる、表情してますよね。そう、緊張感あんまり顔には出てないですよね。確かに確かに。実は今行っている作業はほとんどが自動、あらかじめ動かすコンテナをプログラムすることで自動で作業してくれてるんです。そうなんだ、賢いね。さらにこのトランスファークレーンに AI を導入予定。すごいね、 AI。取り出したいコンテナがこういうふうに一番下にあると、その上のコンテナをこうやって避けて、また引っ張り出して元に戻してと、移動の回数がたくさん増えてしまいますよね。はい。そこで AI に各コンテナの品名や取引先、そして過去の搬入搬出日時などのデータを学習させます。すると引き取りの早めのコンテナは上に、え、すごい。そして遅いコンテナは下にと、順番に並ぶんだ。最適な積み方を提案してくれるんです。この AI システムによってコンテナの移動回数は最大 26% も削減できるんだ。まだまだ進化を続ける横浜港、世界から選ばれる港になるための技術と努力が詰まっていました。今日本政府は横浜港の新本目で同じく水深18メーターのターミナルを整備中です。でもね、大阪や名古屋にはまだ18メーターのコンテナの港がないので、これは早く作らないと日本全体を繁栄させるためにも急ぎ18メーターの岸壁をそれぞれの地域に作っていくっていうことがとっても大事になっているわけですね。インフラに関わる若手社員の熱い思いをインタビュー、ヤングインフラ全。現在水深18メートルの整備が進められているという横浜港の新本木ふ頭で岸壁工事を担当しているのが、海洋土木に強いゼネコン入社4年目の水落由紀さん。品質管理だったり安全管理を行っております。程度に合ったものか確認したり、使用しているものが規格通りか確認する作業を行っています。水落さんは建設当初から不当工事に従事。この仕事のやりがいとは。何もなかった海の条件のところから新本木ふ頭を見ていたので、実際に完成した後に貨物船が止まってコンテナが積み込まれて皆さんのところに届くって考えるととてもやりがいを感じます。私もこれから成長して完成した時に所長になってこの現場に携わりたいなって思います。頑張れ若きインフラ選手たち。それでは最後のミッションはこちら。日本の港が鍵を握る未来のエネルギーを調査せよ。お、早い。未来聞きたい、うん、このミッションを調査したのは写真集の購入特典がケツキックの高木。早速ですがこちらをご覧ください。おお、大きい。これはですね、今年の5月広島の G7 サミットで公開された世界初あるものを運ぶ技術を持った日本の船、石油や石炭に代わる新しい燃料を運ぶ船なんですが、燃料？一体何を運んでると思いますか？石油や石炭に代わる？はい。へえ。我々が必要な重要なものです。石油でも石炭でもないでしょう。今注目されてるエネルギー？当てたい当てたい。よくかなこちゃんがよく飲んでた。水素。おお。水素か。そっちから行けば水素だ。その角度なんだ。その通りです。この船の名前はですね、水素フロンティア。海を越えて大量の水素を運べる日本が開発した世界で唯一の船なんです。すごい。水素運べなかったね、はい、今まで。やっぱペットボトルもね、なんかアルミのパウチに入ってて開けた瞬間にそうだよ、どっか行っちゃうからね。飛んじゃ
気をつけないと逃げちゃうからすぐ負けた方が閉じ込めておけないんだよそうだはいそんな水素はですね今次世代エネルギーとして超注目されてるんですが、うん、先生それにはあるわけがあるんですよねはいそうなのね日本は電気を作る燃料のほぼ 100% を輸入に頼ってるって言いましたね、うんうん、だけどね今ウクライナの問題とかあって世界情勢がこうどんどん変わっていくといつ何時石油が来ないとか天然ガス来ないとか、うん、日本エネルギー危機になってしまうわけですよねでそれに対してね水素っていうものは日本でも製造できる石炭や石油や天然ガスといった輸入物から水素へと転換していくことができたら世界で何が起ころうと日本はちゃんと自分で自分のエネルギーを作ることができる国になっていってこのエネルギー安全保障のために水素っていうのは超重要だと今注目されてるんです、うん、そしてさらにですね水素燃料からは地球温暖化の原因となる二酸化炭素が発生しないんですなので脱炭素英語で言うとカーボンニュートラルの推進にふさわしい、はい、車の CM とかでも言ってる、はい、カーボンニュートラルとても環境に優しいエネルギーとしても注目されてるんです環境に優しいエネルギーといえば太陽光発電や風力発電もあるけどこれらは発電量が天気に左右されてしまういつでも安定してエネルギーを供給できるとは限らないんだその点水素は一度作れば保存できるというのも大きなメリット日本ではすでに年間200万トン使用しているんですが2050年にはその10倍、年間2000万トンに増やすことを目標としていますおーすごい、そんなに水素30万トンでだいたい原子力発電所1基分に相当する100万キロワットの発電所を1年間動かすことができるとこう言われているんです、2000万トンを使うというのを目標してるっていうことはこれを全部発電に回したら原発60基分以上になるのでこれまさにね夢のエネルギーと、ね、もう水素だけでも生きるってぐらいなんですか未来への可能性が詰まった水素肝心の港との関係はというと物流や産業の中心地である港の周りには発電所や製油所など多くの施設が集まっているそこでは大量の化石燃料を使用その結果港の周りで排出される二酸化炭素量は日本全体の6割を占めているんだよく CO2 二酸化炭素の話でできるだけエアコンを使うのを控えましょうとか、うん、電気消しましょう、まあ、それも大切なんですけどね港湾のエリアで使っているエネルギーを水素に代替することができれば CO2 を半減できるっていうねすごいカーボンニュートラルにとってはこれも夢のような話、うんうんうん、でしかも自分で作るようになるってことは僕たちは外国にお金を払わなくて済むようになるっていうことですよね。そうだそうだ。だから海外に流出するマネーが激減する、なくなるっていうことなんですよね。だから資源の国産化っていうのは経済効果も超大きいわけです。港を中心に水素の利用を広めていくことで日本の脱炭素が一気に進む上、国産化することで経済にも大きなプラスになることが見込まれているんだ。これはちょっと期待したいね、環境に優しい、すごいすごい。では水素を使うため具体的にどんな取り組みが行われているのか、その実態に迫りました。桃色インフラゲット。水素の実用化に必要なキーワードが4つあるんです。それがこちら、作る、ほにゃらら、ほにゃらら、使う。はい、早速ですがここでインフラQ。水素を作る、そして使うまでの間に必要な2つの工程とは一体何でしょうか。答えはここまでの説明に隠されているぞ。わかるかな。はいはい、実験。でも使っちゃってるじゃん。使っちゃってる。使う前の工程、これ使っちゃってるんだ。とりあえずまあここだけ行ってみましょう。はい、作るの後。じゃあヒントやりますね、うん、ヒントは、移動するだ。運ぶ。お見事、大正解でございます。運ぶ。もうまさに ② の正解は運ぶです。
そして運んだ後に増やすとか。で増やす。ああ違う。ではないですね。え私分かったかも。あ当てちゃうかな。はい、あまた当てちゃう。当てちゃうか。また当ててくださいよ。ちょっと空気読んで。また開けて。貯める使う。おおおお。お貯めるの？正解でございます。貯める。早いな。水素の実用化に必要な4つのキーワード。作る、運ぶ、貯める、使う。まずは作るから見ていこう。現在オーストラリアで採れる石炭の一種褐炭から水素を安く安定して取り出す試みが日本の企業によって進められています。さらに将来的には海の上の風力発電などを使って国内でも大量の水素を作ることができるようになると期待されてるんです。さあそして続いて ② の運ぶ。これはさっき登場した水素フロンティアの出番ですね。船で運ぶね。はい、水素を運ぶにはコストを下げるためになるべく小さくする必要があるんですが、そこで使うのが超強力な冷凍保管技術。冷凍？はい、水素はですねマイナス253度の超低温にすると液体になり、体積がなんと800分の1になるんです。すごい。どういうこと？液体の方が小さいんだ。そうなんです。水素フロンティアは去年の2月オーストラリアで製造した水素を9000キロ離れた神戸港までマイナス253度のまま運ぶことに成功しました。現在その128倍の量の水素を運べる超大型の運搬船を新たに建造中。2020年代半ばの実証が予定されています。すごい。そして水素の実用化に必要な3つ目、貯める。マイナス253度の液化水素をキープするため貯蔵タンクには超高性能な真空断熱技術を採用。100度の熱湯を入れて1ヶ月放置してもたったの1度しか温度が下がらないんだ。そして ④ の使うですね。実際に実証実験が進められている神戸港の人工島ポートアイランドでは水素のみを燃料に電気と熱を作り、病院やスポーツセンターなど周辺の公共施設に供給する実験にも成功しています。すごい。もうじゃあ本当に実現されてるんだ。ね、そうなんです。このね水素をめぐる技術っていうのはね今のところ日本は世界一の水準にいるんですよ。すごい。だからこれをね早くいろんな港とか港湾の周辺の工業地帯のあり方の改変なんかにねつなげていくことができればまだまだね日本はね世界に対して引けを取らない先進国の中のトップの国を走ることができるということも期待されるんですね。着々と水素の受け入れ体制が整えられている日本の港。2050年のカーボンニュートラル、二酸化炭素排出ゼロを目指し絶賛取り組まれているぞ。さらに未来の日本を支えるための拠点としての活躍が期待されている港。今だけじゃなくて将来にわたって港っていうのが発電電力のためにも重要な基地になっていくわけですね。ということで桃色インフラ Z 次回のテーマは電力。日本最大級の水力発電専用ダム黒部ダム、世紀の難工事と称された奇跡の歴史に迫る。さらにこれだけで日本の電力を賄える？未来の新電力まで徹底調査。10月1日日曜日午前11時放送、お楽しみに。桃色インフラ Z はご覧の協賛各社の協力で放送しています。インフラレーションみたいな、インフラクチャーみたいな。じゃあ桃田さん、お誕生日おめでとうございます。はい、おめでとう。ちゃんと、すごいね。何これ、どうやって発注してくれてるの、このコンテナのあれを。ねえ、見たことない。ありがとうございます。はい、29になりました。インフラ勉強して頑張ります。ありがとうございます。嬉しい。
あ、やべ、ついちゃった。ありがとうございます。めっちゃついちゃった。え、食べてよ、食べて。めっちゃいい匂いする。食べてよ、食べて。食べてみたい。食べて、あっちゃんこれ食べたい。ダメダメ、それ。ね、これ食べる人やばくない？これかこれ選ぶのやばいのよ。せめてこのケーキをみんなで分けましょうのはず。じゃあ上かなちゃんにあげるから、下全部。いやいや、おかしい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 。写真撮っていいですか？写真撮って。じゃあ藤井先生も。あ、先生も。ちょっと私ここにケーキついちゃった。センター張っちゃってごめん。あ、いいよ。